どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい。初恋の悪魔第3話を見たので、ご紹介したいと思いますということで。いやー、初恋の悪魔ね。またね、見たんですよ。考察動画っていうかね、動画続けるのはどうしようかな、みたいのは、前回言ってたと思うんですけど、まあね、この映画ね、映画じゃない、ドラマね、なんだかんだ言いながら見ちゃうんだよね。で、視聴率はめちゃくちゃ前回低くて、3.6%だったんですよ。第1話もかなり視聴率やばかったんですけど、もう本当に危険水域に入ってきちゃって、で、この第3話の視聴率が、まだ今現時点でね、7月31日かこの動画作っているのが、昨日ね、この放映されたんですけど、1日遅れで、TVer で、ドラマ見たんですけど、視聴したんですけど、で、これ、今日日曜日なんで、おそらく視聴率が出てくるのは明日だと思うんですよね。明日の視聴率がね、どうなっちゃうかで、これ多分途中もう3.6とかになってきて、で、もう2%台とかになってきちゃうと、さすがにね、打ち切りも視野に入ってきちゃうと思うんで、なんとかね、持ち直してほしいなと思うんだけど、このドラマ、そんなに今後すごい展開になるとか、そういう感じでもなさそうなので、おそらくこのテンポでね、テイストでずっと続くと思うので、おそらくね、視聴率はよくて横ばいなんじゃないかなと。こっからまたね、視聴率が倍になるってことは、倍になったところで7%台ですからね。さあ、どうなっちゃうんですかね。坂本龍二さん脚本ということで、このドラマのね、やる前は話題性めちゃくちゃ高かったらしいんですけど、蓋開けてみたらね、初回視聴率が6%台だったので、これはダメじゃんってことで、結局話題にはなったんだけど、それって、もう普段ドラマをよく見ている人たちの間で話題になって、で、視聴率っていうのは15とか20%集めようと思うと、普段ドラマを見ない人が見てくれないとそうならないんですよね。なんで話題になったっていうのはあくまでもかなりドラマを知っているというか、よくドラマを見ているドラマ通の人たちの間では話題になったけど、普段ドラマを見ないような人たちの間ではほとんどスルーされちゃったっていうとこなんですかね。はい。で、僕もね、日常的にそんなにドラマを見るほどではないので、正直テレビの、民放のテレビドラマってあんまり僕、詳しくないっていうか、リテラシー高くないんですよ。なので、このドラマに関してはね、確かにドラマ通向けなのかなっていう気がしましたね。シナリオ重視。で、出ている役者さんたちも、上手い人たちですよね。皆さん有名ではあるけど、上手い人たちだけど、なんか主役を張るような華があるっていう感じじゃないですもんね。どちらかというと、脇を固めて、主演を引き立てるみたいな、そういう役回りの、要するに、芸達者な役者さんたちが、今回主役を務めているっていうことで、もう本当にドラマ通向けの作品なんですよね。だからちょっとね、キャスティングは全体的に地味なので、視聴率はなかなかね、上向かないんじゃないかなと思いましたね。で、1作目、2作目、第1話、第2話、で、今回第3話を見て思ったんですけど、個人的にはね、なんか、だんだん、なんか癖になるというか、第1話と第2話見たときは、もうこれ見るのやめようかなとかちょっと思ったんですよ。だけど、第3話を見て、なんかちょっと癖になるというか、これが坂本龍二マジックか、みたいな。ただそれがわかるまで、第1話とか第2話ではなかなかそこわかんなくて、3話、4話見ていくうちに、なんかこう、噛めば噛むほど味の出てくる、スルメのようなドラマなんだなっていうことに気づき始めると。だけど、そこまで一般の視聴者が、お付き合いしてくれるかどうかはわかんないですね。だからある程度、4話、5話見て、くれれば、
ずっと見てくれるドラマだと思うんだけど、そこまで皆さんお付き合いしてくれないっていうのが現状なのかなと思いましたね。はい。で、今回ですね、まあ早速、春日くんね、プロポーズ彼女、付き合ってた綺麗な彼女がいたけど、まあ早々に振られましたと。要するに、セカンドパートナーとかね、まあ彼女はすごく強気で、結婚はしてあげるみたいな感じだったんだけど、まあ、ただ自分は浮気もするし、他の男とも遊ぶし、まあ、いわゆるセカンドパートナーみたいなのを求めているから、自由にさせてほしいと。自分を縛らないでほしいっていうふうに言っていたんですよ。それが結婚の条件だけど、春日さんは、まあそれはちょっと飲めない。やっぱり自分のことだけを見てくれる人がいいと。まあ彼女に言って、まあそれでもよかったら、僕のプロポーズを受けてくださいっていうことで、まあレストランでね、待ち合わせをしていたんですが、まあ彼女はやってこなかった。まあつまり振られてしまった。まあ結婚はなしになっちゃったわけですね。まあ見た目は確かにすごい綺麗なお嬢さんだったけど、まああんな女と結婚してね、普通に考えても、別にこの春日じゃなくてもね、これ普通に考えても、あんなのと結婚して幸せになれるとはちょっと思えないですね。まあ、本当に顔が綺麗なぐらいしか取り柄がないから、で、まあ年取ってね、そうじゃなくなったらどうなるのって話ですもんね。で、今回ですね、毎回毎回こう、大きな事件と小さな事件があって、まあ大きな事件というのは、まあ前編を通して主軸となっている事件というのが、この春日のお兄ちゃん、朝日ですね。朝日が殺されたっていうことで、まあこれは第1話からずっと続いている、だんだん情報が出てきている感じなんですよ。で、1話完結の、謎解きが今回もありまして、今回は万引き事件なんですね。で、なおかつですね、もう一つちょっと今回大きな事件が起きてまして、これ、前回のね、鹿浜の家に森園が血だらけになってやってきて、扉をバンバン叩いていて、鹿浜はね、殺されるとか思ってるんだけど、で、彼入ってくるんだけど、で、危ないって言うんですよね。で、鹿浜の後ろに覆面をかぶった男が、ナイフを持った男がいて、鹿浜に襲いかかるんだけど、そこを森園が食い止めてくれたと。ね、まあ、鹿浜は森園のことを何かのね、サイコパス、シリアルキラーだと思ってずっと監視していたんですよ。だけど、その彼に、いよいよ彼は何かこう殺人を起こすんではないか、みたいな風に思っていたんだけど、その彼に命を救われたというね。だからもう監視官、今までずっと監視してたんですけど、これによって、なんだろう、この二人には変な友情みたいな、信頼関係みたいのが芽生えたような感じなんですよね。で、このね、パートも、ちょっと今回あたりから大きな謎として、起動してきたのかなっていう。今までは、この森園がなんかとんでもない連続殺人鬼か何かのね、やばい男なんじゃないかっていうことで進んでったんですけど、むしろ彼は、鹿浜のガーディアン、守護神だったみたいな感じでね。で、今後彼とのこの二人の関係がどうなっていくのかで、そもそも彼は一体何者なのかっていうことで、今後ね、こちらの朝日の殺人事件と並行して、こちらもね、物語としてずっと続いていくっていうことで、今回このドラマね、こちらとこちらで大きな謎が二つ、要するに前話を通して語られる謎が2つっていうことになりまして、で、なおかつ、1話完結、毎回小さい謎を解いていくみたいなね、作りになってきましたね。だから大きな謎がね、まあ、2つあるということで、これは今後ね、まあ、ちょっと考察しがいがあるのかなということで、まあ、今回もね、この朝日の殺人に関しては、だんだんちょっと情報が出てきて、だんだんちょっこう推理が整ってくるというか、推理ができる、できそうな感じにはなってきてる。まだちょっとね、情報が少ないんで、難しいんですけども、はい。で、この朝日の事件に関しては、所長の雪松が追っているわけですよね。雪松は、この友人だったんですよ、朝日は。だから、彼が誰に殺されたのか、今ちょっと追っているわけなんだけど、まあ、表向きには事故死とはなっているんですが、彼はこれは殺人だとね、ずっと疑っているわけです。はい。で、今回ですね、あ、そうそう、あとね、面白いなと思ったのは、鹿浜さんのうちね、警察が、まあ、覆面の男が教えてきたんで、まあ、警察が入ってきたわけですけど、
で、いろいろこう本棚とか調べていたら、ディアゴスティーニのマーダーファイルコレクションがありましたよね。あれ知ってる？あの、ま、ディアゴスティーニってほら毎週一冊なんかテーマに合わせて本が雑誌が出るやつですけど、あれね、昔かなり昔ですけど、マーダーファイルコレクションってあって、世界中のシリアルキラー、いわゆる異常殺人者を毎週一人テーマを決めて一冊ずつ本が出ていたんですよ。あれ100冊ぐらいあるのかな、100人分ぐらいやったのかな、あれが全部揃ってたっていうね。いや今思うとね、僕もあれ当時知ってはいたんだけど買ってなかったんですよね。今思えばね、まだ作家になる前だったし、あれ買っときゃよかったなと思って、時々ねマーダーファイルコレクション欲しいなって。メルカリとかで売ってるんですかね、まとめ買いしようかな。でもあんなのが家に置いてあるとさ、なんかちょっとね疑われちゃいますよね。まあ今更ながらね、僕も欲しいなと思ってるんですけど、で今回はですね、小さな事件がの、まあ、ミステリーがありまして、今回はね結構個人的には面白いなと思ったんですよ。万引き事件でしたね。積み木セスナは生活安全課なんで、生活安全課って万引きなんかもね、生活安全課の範疇に入るんですかね。強盗は刑事課になるんですけど、強盗はね刑事課になるんですが、まあいわばちょっとした万引きとかだと生活安全課の管轄になるのかな。で彼女ですね、あるスーパーにずっとこう、なんだろう、万引きのね監視をしているわけですよ。そういう仕事ありましたよね。なんつったっけあれ、保護人じゃなくて、なんか名前ごめんなさい、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、まあなんか刑事としてあるスーパーに張り込んで万引きをずっと監視していて、で万引きしたやつを見つけると、彼女はそのまま商品を持って外に出ていくやつを捕まえて、で事務所に連れてくんですよ。でそこで問い詰めるわけですね。で毎回カメラをね、防犯カメラを見るんですけど、いつもね彼女は現場を見てるんですよ。盗んでバッグに商品を入れるところを彼女は見ているんですが、防犯カメラがね、なんかそこら辺うまくこう、なんかこう、箱とか商品とかが置いてあって、ちょうどそれに書き消されて、死角となって、商品をね、バッグに入れるシーンがちょうど見切れちゃってるんですよね。見えないようになってるんですよ。で、まあ防犯カメラに映ってないけど、いやじゃあバッグの中見せなさいよって言って、その客のバッグを無理やり中開けるんですけど、商品が入ってないんですよ。つまり誤認しちゃったってことなんですよね。でまあお客さんは怒って帰ると、はい、怒って帰るんですよ。で店長はね、もうちょっとやめておくれよって。で誤認、これ誤認って一番まずいじゃないですか、お店にとってもね、万引き誤認って。でそれをね、するんですけど、でこれね1回だけじゃなくて5回続くんですよ。万引きがね5回続いて、で5回ともこの人誤認しちゃうんですよね。毎回毎回防犯カメラをチェックするんだけど、何か物が置いてあったりして、必ずね何かこう邪魔するんですよ。で場所もバラバラだし、人物もバラバラなんですけども、お客さんバラバラなんだけど、その万引きをしているまさにそのシーンがちょうど何かにこう隠れて映ってないんですよね。でも彼女は万引きしている瞬間をちゃんと見ているわけで、それでその上で声をかけているんですよね。で事務所に連れてって防犯カメラチェックして、でも毎回映ってなくて、でいつものようにじゃあバッグの中見せてくださいって言った時に、まあ、バッグ見るんだけど商品が入ってないっていうことが5回も続いたんですよ。でさすがにもうお店の方から警察署の方にもういい加減にしてくれとクレームも来ているわけですけど、ただね、そこはね、そこの店長さん2代目なんですけど、その初代から勤めている下田っていう店員がいるんですよ。下田という店員がね、古くから勤めている。で彼女はいやいや店長に言うんですよね。いやいやでもね、万引きってすごく大変なことだから、店が潰れるね原因でもあるんだから、刑事さんちゃんとやってくれてるんだから、そういうこと言っちゃダメですよって、責めちゃダメですよってね。でむしろセスナのことを応援してくれるんですよ、その人だけがね。もう年配の、おばちゃんなんですけど、まあ、代々、ずっと前から勤めているねおばちゃん店員が、まあ店長をたしなめて、セスナのことをねかばってくれるみたいな。
でもさすがに5人目なんで、5回目なんで、ちょっと彼女もね、落ち込んじゃうわけですよね。もしかしたら自分は、確かに万引きするところは見たけども、戻しているところは見逃していたのかもしれないと。で、自分自身にもちょっと自信が持てなくなっているわけですよ。で、かなり落ち込んでしまって、それをね、まぶちとか小鳥が、なんとかちょっと、元気づけてあげようとするわけですよね。で、ちょうどその時、鹿浜のとこにも行くんだけど、どうも鹿浜は、この積み木セスナのことが気になっているっていうか、絶対こいつね、恋愛なんだけど、認めないんですよ。いや、僕は彼女には恋愛感情はない。僕はそもそも恋愛感情を持たないんだと。僕が彼女に向けているのは殺意なんだとね。とにかく、ロアトク的な人間なんですよね。恋愛は一切認めない。恋愛感情を認めない。否定するんだけど、セスナのことがどう考えても気になって気になってしょうがないわけですよ。で、ハルヒとね、ルカは、今回彼女が万引き事件で落ち込んでいるから、でも話聞いてると、確かにそんな5回も5人してしまうのは明らかにおかしいから、ここはまた、みんなで、自宅捜査会議を開いて、事件を解決してあげたら、セスナは君に、なびくんじゃないかみたいなことで、2人がね、この2人が、鹿浜とセスナの間を取り戻そうとするわけですよね。ハルヒ君なんて 振られたばっかなのに、なんかやっぱり人がいいからね、なんとかこう2人を応援したいみたいなところがあって、とりあえず、なんとかこう言いくるめて、始めるんですよね。自宅捜査会議。はい。で、今回、万引きした人たちっていうのが、全員当然違う人物で、老若男女なんですよね。で、場所も違う、同じスーパーの中なんだけど、場所も商品も違うし、人物も違うっていうことで、いろいろこう、見ていくわけなんだけど、で、やっぱり気になるのはね、毎回カメラの死角なんですよ。要するに彼らが盗んでいる、万引きをしているところが、ちょうど何かの影になって見えないわけですよね。で、彼らが考えたのは、見えないように毎回毎回こう、そういう障害物を誰かが置いてるんじゃないかと。そこからこう、調べていくわけですよ。で、今回その防犯カメラを調べていったら、障害物となる、箱とか段ボールを運んでいたのが、先ほどの下田っていうね、先代から勤めている、古株の店員、おばちゃん店員なんですよ。で、彼は言うんですよ。これは、カモフラージュだと。つまり、万引きはカモフラージュで、この万引きにみんな、人々の目を注目を集めさせておいて、本当の事件は別のところで起こっているんだっていう推理をするわけですよ。なるほどなと。で、いろいろこう防犯カメラを調べていくとね、その防犯カメラ、一瞬途切れる時があるんですね。一瞬この防犯カメラをね、その先ほどの下田という店員のおばちゃんの動きを調べていったら、途中おばちゃんの姿がパッと消えちゃったんですよ。で、なんで消えたかっていうと、実は、録画がそこで一回ストップして、10分後に録画がまた始まってるんですよね。つまり10分間のここで空白が生まれてるんですよ。で、なんで、じゃカメラの録画がストップされたかっていうとですね、これがなかなか面白くて、彼女が、その万引きしたと思われる店員を呼び止めて事務室連れて行きますよね。で、その事務室で必ず、カメラを再生して、録画したカメラを再生して確認するんですよ。で、そのスーパーのカメラっていうのは、録画と再生は同時にできないんですよね。再生してる時間は、間は、録画止まっちゃうわけ。だから、また録画すればね、だから、再生が終わらない限りは録画できないわけですよ。で、必ず大体こう、10分間ぐらいのその録画がね、できない時間っていうのが生じるわけです。なるほどなと。いやいやいや、つまりこの10分の間に何かが行われているのではないかと。で、その10分間、店内の防犯カメラは全てストップするから。で、防犯カメラっていうのは、
もちろん店内にもあるし、事務室にもあるし、あと店長室にもあったりするんですよね。で、彼らは店長室に目を向けます。なぜなら、その店長室には金庫があるからなんですよ。で、彼らは、あの金庫がおそらく犯人の目的で、一回、事件、このような万引き騒動を起こして、それによって防犯カメラの録画を止めて、その防犯カメラが機能していない間に、その金庫を盗んでいるので、金庫を開けているのではないかっていう結論なんですよね。で、実際、またですね、積木セスナは、次の日、また、あそこのスーパーに行って万引き犯を見つけるわけですよ。万引きしてるやつをね。で、万引きしている人間を呼び止めて、同じように事務所に連れて行って、カメラをね、カメラを再生させて、すぐに再生させるんですよね。で、その時にすぐにその万引きして万引き犯のとこに行ってですね、結局いつもいつもほらバッグの中に入ってないじゃないですか。うん。だから今回はもうすぐにその万引き犯のとこに行って行くんだけど、万引き犯はみんながカメラね、防犯カメラを見ている間に、実はデスクの下に置いてある隠し持っていた全く同じバッグが入ってるんですけど、それとすり替えていたんですよね。うん。こうすり替えることで要するにそのバッグの中身がないよみたいな感じにはなっていたんですけど、まあちょっとそれもおかしな話でね、それだったらバッグの中に物が入ってなかったら普通はデスクの下とかもうその場で調べると思うんだけど、まあなぜかね、セスナさんそれはしてこなかったみたいなんだけど、まあつまりそれを用意していた人間がいるわけですよね。で、彼女は、その机の下に置かれていたもう一つの同じバッグを見つけてすぐに社長室に飛んでいくんですよ。そしたらその社長室では、下田、先ほどのおばちゃん店員が、金庫を開けていたと。で、すべての犯行はそのおばちゃんの差し金だったわけですね。まあ、防犯、要するに、万引き犯たちもグルだったわけですよ。要するにおばちゃんとグルになって、万引きをして、で、事務所に連れて行かれて、で、持っていたバッグは机の下にあったもう一個のバッグとすり替えて、自分の無罪をね主張するみたいな。で、その間必ず防犯カメラは再生されるから、積木セスナと店長が、万引きしている姿を見るために防犯カメラを再生すると、その間必ず録画が止まるんで、その録画が止まっている間に下田は社長室に忍び込んで、金庫を開けて、まあ、お金をせしめるみたいな横領ですね。で、なんでそんなことをしていたのかっていうと、まあこれが悲しいんですけど、老後の資金のためということでした。はい。まあ今回これがね、真相だったわけなんだけど、まあ今回ね、ミステリーとしてはね、すごくミニマムな、毎回こう、起こっていることはミニマムなミステリーで、今回殺人事件じゃないんですけど、まあ、今まで、前回2回はね、殺人事件だったんですよ。うん。で、今回はね、ただのね、ちょっと、しょぼい万引き事件なんだけど、今回ミステリーとしてはね、一番面白かったですね。よくできてたなと思います。あ、なるほど。あ、録画、再生することで録画になって、その間カメラが起動しないから、その間にお金をせしめようという、そのために、カムフラージュする万引き事件を起こすみたいなね。あ、なるほどなと。これはね、なかなか、いわゆるミニマムな事件ではあるけど、まあよくできているというか、まあ、ちゃんとしたミステリーになって面白いなと思いましたね。どちらかというと日常の謎系みたいなね。そういう感じのミステリーですね。はい。まああとはね、今回このセスナがね、結構実は今回この朝日の殺人事件に大きく関わっているんですよ。で、このセスナですね、朝日の、まあ、彼に言うんですね、春日に。実は私、彼のとは知り合いだったみたいって言うんですよ。なぜなら、彼のスマートフォンを持っているっていうのね。スマートフォン持ってるって言うんですよ。で、もう一つ、松行なんですけど、松行は彼にね、あること言うんですね。実は、お兄ちゃん、
の拳銃から銃弾が一発消えているっていうんですよ。つまり誰かがその銃弾で撃ったっていうね、撃った形跡があるみたいなことを言うわけですよ。その銃弾が見つかってないと。で、彼女はかつてこの小洗いにですね、肩を誰かに撃たれて治療を受けてるっていう、まあ、エピソードもあるんですね。肩を撃たれているんですよ。で、まあ彼女はね、その治療を秘密裏にする、まあ特に秘密でやってくれって言うんですよね。で、なおかつ、朝日のスマートフォンを持っているって言うんですよ。ただ彼女、まあ、ちょっとね、普通ではなくて、時々だけど思い出せないのね。なんでそうなってるのかっていうのがどうも分かってないみたいなんですね。で、彼女は時々記憶が飛ぶんだと言うんですよ。どう記憶が飛ぶと。で、自分の家にね、自分の趣味ではない靴とか洋服とかが買って置いてあるっていうんですよね。でもこんな、洋服とか靴なんて興味ないし、私のセンスじゃないし、そんなものを買った記憶がない。でもね、その時のちょっと記憶がね、飛んでるっていうんですよ。で、この春日とその居酒屋でその話したら、突然ね、彼女怯え出すんですよね。ここどこって、なんでこんなとこに私いるのっていうね。私こういう居酒屋、人がいっぱいいる居酒屋とか苦手なのみたいな感じで外飛び出してっちゃうんですよ。うん。で、まあその春日がね、追っかけていくと。で、まあ最初は怯えていたんですけど、突然またね、元に戻って、うん、また突然元に戻るわけですよね。まあその近くを今度ね、なんかこう意味ありげに雪松が通りかかっていく。まあ雪松はちょっと離れたところを通りかかったんで、この二人には気づいていないようなんだけど、一体どこに向かっているのかっていう、ちょっと謎を残して終わりましたけど、どうもね、積み木セスナは、今回の演出を見る限り多重人格者のようですね。記憶が飛んでいるとか、だけどその記憶が飛んでる間にただ気を失っているのではなくて、別人格が何かやっているみたいな。うん。で、撃たれたとかね、肩を撃たれたとか、おそらくこのマブチのこの朝日の拳銃から銃弾が一発なくなっているっていうのは、おそらく何かこのセスナに関係、セスナが撃ち抜かれたってことなんでしょうね。ただ朝日のことは知っている、スマホと本も持っているけど、なんでそうなっているのか、このセスナの状態では分かってない。だから彼女は資料室に忍び込んで、この朝日の事件のことを調べていたんですよ。うん、おそらくこの彼女の別人格が朝日と大きく関わっていたっていうことが、まあ、今回なんとなく見えてきたっていうことで、で、ちょっと雪松も若干怪しい動きを見せているぞってことなんですよ。で、彼がね、彼とこの野上ってこの二人、今のところまだね、こちらの事件にはつながりを全く見せてないんですけど、おそらくこの事件とこの二人は、きっと何かしら、絡みがあるんでしょうね。今日になってちょっと雪松も少し怪しいなと。感じがしました。はい。と、まあ、そんなとこですかね。でね、ラストシーンなんですけど、本当に最後の最後なんですが、また森園がですね、鹿浜のうちにやってくるわけですよ。でも、鹿浜は、どうも彼を監視するのやめたみたいね。まあ、むしろ自分の命を助けてくれたっていうことで、まあ、感謝は一応しているみたいで、もう監視やめたんじゃないかな。その森園がですね、彼にメモを見せるんですよ。要するに、声を出さない。声を出すなっていう意味だと思うんだけど、あんたの君の自宅にはね、カメラが仕掛けられているぞ、みたいなことを言うわけですよ。まあ、おそらく盗聴器もあるんでしょうね。うん。なんで彼がね、そのことを知っているのか。もしかしたら彼も、警察の人間だったのかもしれないですね。まあ何かちょっとこう、鹿浜にね、忠告にわざわざ訪れてるんですよね。だから彼は鹿浜の、まあちょっとやっぱりガーディアンなのかな、みたいな。まあそもそも鹿浜は誰にそんなね、カメラとか盗聴器とか仕掛けられているのか、誰に狙われているのかなっていうね。まあおそらく今までの流れからするとやっぱり雪松になるのかなと思うんですけどね。雪松は何らかの形で彼を警戒している。まあそもそも雪松はですね、この春日に、
彼をね監視するように一回命じてるわけですよ。おそらくこのお前のお兄ちゃんを殺したのはこいつだと最初言ってて、だからお前が監視しろって言ってるんですよね。なのでまあカメラが仕掛けられているとかそういうのはね、おそらく雪松のまあ手はずというか なんかだと思うんですけど、もしかしたらまあ春日がね比較的主人公クラスで出てきているので、カメラを仕掛けたのはセスナかルカかもしれないですね。春日視点で描かれることが多いので、春日がね彼の家になんか盗聴器やカメラ仕掛けるってことは多分ないと思うから、ただねこのルカとセスナの視点で描かれるっていう一人称視点で描かれるってことがあんまりないので、まあセスナはちょっとあの今回の万引き事件ではね一人称視点で描かれているのであれですけど、そう思うとやっぱりルカかな。ルカがまあよくあの彼の家にね、自宅捜査会議開くために彼よくやってきますから、そのタイミングでもしかしたらカメラ仕掛けたのかなとちょっと思いましたけど、まだねそこら辺もよくわかりません。はい。さあ一体ね朝日を殺したのは一体誰なのか、この中にいるんですかね。今のところすごく目立ってる人物っていうのは、まあ、まず主要4人以外では雪松と森園、あと、まあ、野上もいますけど、このね刑事課の刑事の服部だけ、彼女だけは比較的こう別格で、まあ小鳥ルカが恋をしているっていう設定なんですけど、彼女だけけなげな刑事として描かれているんですよね。あとこの2人はねあんまり描かれてなくて、たまにこの、瀬戸カトリーヌさん演じるオジロっていうのかな、お城さん、お城っていう課長が結構意地悪な感じで出しばってくるんですけど、まあもしかしたら彼女が関わってるのかもしれない、そんなとこですかね。まだねちょっとね今のところ材料が乏しいので何とも推理はできないんですが、あの積木セスナの二重人格はおそらくミスリードなのかなと思いますね。今これ順当に推理しようとすれば、この積木セスナの別人格が朝日を殺したと思わせる感じですもんね。でも二重人格が朝日を殺したではちょっとつまんないし、そもそもこのキャラクター造形からして彼女の二重人格が朝日を殺したっていうとちょっと救いようがないじゃないですか。救いがないっていうかね、まあ春日にとってのお兄ちゃんですからね。なので今回のこの彼女の二重人格設定は彼女を犯人と思わせるようなミスリードだとはまあ一応思いますけどね。どうなのかな。意外とルカが犯人ってこともあり得るし、あとまあつながりはね今んとこ全くないですけど、この小笑い、元監察員の小笑いがやったのかな。まあつながり全くないわけじゃないですよね。一回彼女肩を撃たれて、こうねに逃げ込んできてなだれ込んできてるわけですよ彼女にね。秘密で治してほしい、治療してほしいと。だからなんでこうなったのかっていうことを彼女は知ってるわけですよね。おそらく朝日のことを、事件について知っていて、その処理をするために、まあこの積木セスナを守るために朝日を殺した。だから朝日って意外とすごい悪い人物なのかもしれないですね。何か積木セスナの、秘密か何かを握って言っていて脅迫していたかもしれないし、まあそのことで彼女は、それを知った彼女は、朝日を処理したとか処分したのかもしれないですね。まあ今んとこね、なんていうか収まりがつくっていうか、この中で意外性があって収まりが一番いいって言ったら、やっぱり小笑いなのかなと思いますけどね。犯人はここら辺はちょっと意外、この雪松とか森園とか犯人っていうのはちょっとあまり面白くないというか普通すぎるんで、やっぱりある程度のサプライズって言ったら小笑いなのかなとは今んとこ思いますけどね。
あとまあ二重人格設定を出すことによって彼女が実行犯のように思わせておいて、まあでも何かしらこのね朝日の死にはおそらく彼女は関与してるんですよ。彼女の別人格はね、彼が死ぬことになる実行犯ではないにしろ大きく彼には関与しているようなんで、まあそのセスナのね別人格を守るために小洗いが手を下したっていうのが今んとこ僕の予想です。はい、根拠はあんまりありません。まだそれを指し示すようなエピソードもないし、物証とかねエピソ話も出てきてないから今んとこまだね、難しいかな、推理するっていうのはね。で次回のストーリー一応見ときましょうかね。社会のマナーやルールを守らない者が矢でいられて怪我をする事件が発生。ゴミの分別をしなかった者を順番の列に割り込んだ者などが次々と被害者を受けた。まもなく世界英雄協会と名乗る男から犯行声明の動画が配信される。迷惑をかける人間を排除すると宣言。今後新たな犠牲者が出ることを予想され、渚は刑事課の捜査会議で懸命に世界英雄協会の危険性を訴える。しかし他の刑事たちは取り合おうとしない。なんで？春日の家に転がり込んでいるセスナは自分の中のもう一人の別人格の自分の存在に怯える、ある日はそんなセスナを気遣っていた。やっぱり多重人格みたいね。一方鈴之助は家の中で見つかった監視カメラを森園の手を借りて撤去していた。そして森園から自分は駆け出しのサスペンス小説家だと教えられるのだった。ああ、作家なんだ。あ、作家ってこと知らなかったんだ。まあいいや。森園が期待していたようにシリアルキラーでなかったことに落胆する鈴之助だった。しかしその後森園家には妻と呼ばれる女性以外にも多種多様の怪しげな女性が出入りする様子を何度も見かけ、鈴之助は混乱するばかり。やはり森園は謎多き人物のようだと。世界英雄協会の犯行は続く。犯行はいつか愉快犯となり、犯行声明とともにクイズを出題。大量の数字が並んだ暗号を示し、自らのアジトを示唆するのだった。ルカは渚に頼まれて、数字クイズ解読に取り組む。しかし犯人の特定は進まず、渚までが犠牲となり怪我をしてしまう。春日とルカは鈴之助に助けを求めるが、ということで、まあそのことについて、自宅捜査会議が展開されるみたいですね。はあ、まだちょっと森園の存在もなんとも怪しげな、いろんな女性がね、出入りしているみたいですね。所長が今来てますね。一体これどんなシーンなんでしょう。なんで来たんですかね。一応今のとこ春日の家にかくまっていて、もう一人の別人格に対してちょっと、セスナを怯えていると、そういう意味で所長は彼女のこともマークしていたのかもしれないね。だからこそ、彼女の前に現れたってとこですかね。でこれ前回も言ったんですけどね、まあ大きな謎、要するにこの前編を通しての大きな謎、お兄ちゃんの春日が、朝日が殺され、誰に殺されたのかっていう事件なんですよね。まずその前編に横たわる謎がね、それが軸となってるんですけど、で毎回1話完結で小さな謎が、解明されていて解決していくんですけどね。で今回の事件もですね、万引き事件もあんまり朝日の事件とは直結していなかったですね。で次回の英雄協会というのもどうなんでしょう、朝日の事件には関係してないのかな。なんとなくですけどね、まあこの手のドラマってやっぱりちょっとつながり持たせてほしいかなって個人的にはと思うんですよね。毎回この謎解きは面白いんだけど、小さな謎解きは面白いんだけど、本編の謎にあんまり絡んでこないので、なんかこうちょっとこう独立感があるというか、なんて言うんだろう、時間の埋め合わせというかね、尺伸ばしのような感じがしないでもないんですよね。やはりこの一つ一つの謎を解いていくことで、その本命の事件のね、ヒントにつながっていくみたいな流れならいいんですけど、今のところあまりそうなってないですね。
で、まあ、視聴率はね、めちゃくちゃ悪いんですけど、もうこのドラマは、視聴率なんか気にしちゃダメというか、気に、まあ、してないと思うんだけど、もうそういうタイプのドラマではないですね。これはあくまでも、坂本龍一ワールドを楽しむ。そもそも、坂本龍一さんの、シナリオって、そう、視聴率受けするようなタイプじゃないですもんね。カルテットとか、なんとかトワコとか、なんだっけ、ありましたよね、あれ。あれもそこまで言うほど視聴率いいわけじゃなかったでしょ。ただ、評価が高かったんですよね。だから見ている人たちの満足度は高いけども、高い視聴率は今一つ期待できないみたいな、そんな感じですか。まあテレビ局からするとね、まあテレビ局もビジネスなので、視聴率あんま低いと困ることになると思うんだけど、ただ、クオリティの高いドラマはちゃんと手掛けたいっていうね、まあ、ジレンマに今、板挟みにはなってるんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、面白い、だん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 ね、ちょっとスルメのような、噛めば噛むほど味が出るスルメのようなドラマにはなってきてるかな。ただ、次回も絶対見たいとかね、まあ次回も続きが気になるっていうタイプのドラマでもないんで、まあ惰性で見て、だらだら見るみたいなね、頭の中を空っぽにして、だらだら見るタイプのドラマなんかなのかなって。で、見たら見始めたら見たで面白いねっていう感じでね。でも1話や2話別に見過ごしたところでそんなに影響ないっていうか、まあ見忘れたやつをね、見逃し配信をもう一回見直して、新しいの見ようとはあんまりならないのかなっていう、そんな立ち位置ですかね。面白いけどね、すごく面白いわけでもないという。まあでもドラマって、民放のドラマってそんなんでいいのかもしれない。だってテレビってそんなね、見るぞーって腰を据えて見るもんじゃないからね、今の時代。ですよね。やっぱ映画館っていうのは腰を据えてね、お金払っていくわけだから、あとネットフリックスもね、まあお金払って、安くないお金を払って、さあ見るぞっていう意識がないとね、なかなかこう、それだけお金払うってことにならないんで、ある程度腰を据えるってことになるんだけど、民放は所詮ね、ただですから、無料ですからね、まあ、コマーシャル見なきゃいけないけども、まあ、だらだらと軽い気持ちで、見て、まあ、そこそこ面白ければいいのかな、みたいな。まあ、そんな感じだと思うんですよね。だからそういう意味では、テレビ向けドラマとしては優れているのかもしれないけど、まあ、本音を言えば、もうちょっと視聴率欲しいよね、といったとこじゃないでしょうかね。まあでもね、さすがにちょっと3.6%で、これをまたさらに次回下回ってくると、どうなっちゃうんだろうね。もうだって、危険水域は完全下回ってるでしょ？ 4% あたりからもうやばいもんね。過去、ここ最近で一番視聴率がひどかったのって、今結構荒木優子さんっていう方、六本木クラスにも出ている、あの人結構、あれ、事務所のご利用しなんですかね。いろんなドラマや映画や CM にめちゃくちゃ今顔出してますよね。でも結構、あの人出ると視聴率こけたりすること多いらしいんですよね。で、今ね、このドラマが前回3.6%なんですけど、その荒木優子さんが、まあ、主演されていた元カレマニアっていうドラマがあるんですけど、あれはね、なんか、一回3.6っていうね、3.0%というね、驚異的な低視聴率を叩き出したことがあるそうです。まあ3.6っていうとね、まだ3.0よりはマシですけど、さあこれがね、どこまで視聴率を落とすことができるのかっていうね、それも気になるところではありますよね。まああんまりね、ちょっと視聴率下がりすぎてもね、かわいそうな気もするし、まあ、坂本龍一さんのキャリアにもね、傷がついてしまうし、役者さんたち本当にいい役者さんなんでね、こんな形でね、ちょっとキャリアに傷つけてほしくないなっていうのはありますけど、まあでも今回ね、戦犯扱いされるとしたらやっぱり坂本龍一さんなのかな。坂本龍一さんって、やっぱりドラマ通の人たちからの支持は圧倒的に高いけど、それを一般層からはね、ほとんど認知されてないっていうか、そういうことで戦犯扱いされちゃうんですかね。
まあ、それにしてもね、この夏のクールのドラマの視聴率全体的に低調ですよね。ああ、もうちょっとね、良くなってくれるといいんですけど。はい。というわけでね、そうだね、このドラマ。次回もやろっかな。もしかしたら、まあ、見たら、考察続けていこうかな。脱落はまだしないでおこうかなと思います。はい。最近だとね、家庭教師のトリコ、あれは脱落しました。あと、六本木クラスもね、もうちょっと見てないんですよね。ただ、六本木クラスはね、紹介ドラマ、ドラマの動画出した時はね、六本木クラスはね、結構再生数回ったんですけど、個人的にあんまり追いかけるっていう感じのドラマには思えなかったので、まあ、ちょっと今あんまり追いかけてはいないんですけど、はい。まあ、とりあえず、このドラマと、赤いナースコールと、純愛ディスナンス。この3つで、ちょっとしばらくね、回していこうかなと思います。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さん、ごきげんよう。